武蔵マニアイエーイ。 Hi, hello everyone, my name is 武蔵。本日はちょっと僕が考えた企画じゃなくて、編集者のポチャマサが考えた企画となります。というわけで、ポチャマサさんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ポチャマサです。今回の企画なんですけど、企画説明する前に、今日撮っているのは2月4日です。察しのいい方なら気づくと思うんですけど、2月4日は武蔵の誕生日です。はい、はい、ということで今回の企画なんですけど、はい、こちらを使って、はい、今日一日武蔵さんにこの1万円で自分の誕生日を祝ってもらおうと思います。今回の企画は1万円使い切るまで帰れません。ではもう早速こちらの方お渡しいたします。はい、僕からのそれが誕生日プレゼントになるんで、よろしくお願いします。お願いします。それでは行ってみよう。行ってみよう。はい、というわけで誕生日1万円企画、まず1店舗目はこちら、ミルクレーン。はい、というわけでディズニーストアにやってきました。はい、というわけでディズニーね、まあ、めちゃくちゃ好きなんで、まあ、何を買うかはね、一応僕個人的にはポーチかなと思ってるんですけど、いい商品があれば、全然、買うので、そして中は撮影一応NG なので、ちなみに、商品の写真とかの撮影は OK、許可いただいたので、そちらは乗っけていきます。まあ、候補を探すというか、とりあえず行ってみよう。はい、というわけで、はい、3793円のお買い物をしました。ということで残りは6207円です。はい、というわけで2軒目はこちら、セレクション。はい、ちなみにここはね、MLB のグッズとか、バスケットボール、もちろんプロ野球もあります。というわけでここでお買い物行ってみよう。おね、入ってすぐにジョーダン、え、2万7000円ポイントスパイクで、あ、これ哲也3万3000円、めちゃくちゃいい。あ、これちゃうトラウト選手じゃない、これかっこいい。スタンスも過去に紹介した僕がね、スタンス多分いろんな球団ありますし、トラウト選手のバッティング手袋、上にはリュックとかも、おしゃれすぎやろ。ショヘイ・オオタニ選手のやつって、あ、ありますね、ホワイトソックス、ドジャースとかも、マイアミ・マーリンズ、マーリン、はい、見ますか、バスケットボールも NBA すごいよ、内村塁選手とか、もちろん詳しくはないんであんまり口は突っ込めないんですけど、おしゃれだなやっぱ。でもあ、ジャパンであったり、日本の球団、吉田康生、はい、あ、全球団ありそうですね。あ、阪神ここですね、多分。上本選手、原口選手、まあ、無地のやつとかもありますし、よし、これより限定やん。どこのチーム？ジョーンズ、まあ、メインはね、メジャーリーグなので、こういう12球団のグッズも置いてあります。はい、ちなみにもうビッグステップの2回ですね。ドジャースワールドシリーズチャンピオンの限定グッズが、カーショー選手もありますし、大好きなジーター、デリック・ジーター、デリック・ジーター、ショヘイ・オオタニ、大谷翔平さん好きなんでね、本当に翔平さんのグッズでもいい。これいいね、12,000円です。全然実況があるんだよ、なんかシンプルだね、交流のとか、うん、B だけとか W だけとか。ビーチサンダルもあるし、ありました、ナイキ今年のやつです、2万7000円です。マリナーズ、イチロー選手のね、商品も多分ことかしかないのに、あー出た、僕買いました、ジャッジ、しかもナイキ去年のやつです、2020年、コロラドロッキーです。あ、出ました、カージナルスに移籍したけど、トラウト、トラウト選手めちゃくちゃ好きよ、めちゃくちゃある、こういう限定グッズ、イチロー選手かな、全部ディズニーとか、
というわけでセレクションさんで購入いたしました。はい、で、2750円で残り3457円ですかね。なのであと少し行きます。はい、というわけで、3店舗目ですね。はい、3店舗目はこちら、じゃじゃん。はい、ラリンさんですかね。ラリンさんに来させていただきました。はい、というわけで3店舗目買い物行ってみよう。はい、というわけでラリンさんでこちらを購入しました。はい、またこれは後の、お楽しみです。まあね、美容系には、意識が高いので、はい、またこれもぜひ紹介していきます。これ2156円で残り1301円です。はい、はい、なので1301円分、あと残り少ないですけど思う存分楽しんでいきます。というわけでこの格好になりました。まあ見てもらったら分かるんですけど、ドロドロなんですけど、野球してまして、ちょっとガチで練習してまして、もうだからね、夜なんです。残りあと1000ちょいかな、1000ちょいでラストの店舗、こちら古本市場ということで、ここで僕は最後のお買い物をします。レッツゴー。はい、というわけで古本市場で買ってきました。で、ちなみに料金が1030円です。はい、なのでもうあと残りが92円です。これで1万1曲終了です。はい、っていうわけで、1万円企画終了です。イエーイ。で、ね、朝から、夜までやりました。まあ途中、野球とかも挟んだので、まあそれでもね、8時まではかかってないんですけども、すべて誕生日1万円企画ここに入ってます。まず、じゃあ1店舗目、行ったディズニーストアでの買い物はこちらです。じゃーん、ティンカーベルのポーチです。はい、ちなみに僕ずっとポーチ欲しくて、ポーチはディーゼルさんのを使ってるんですけど、まあちっちゃくてでちょっと大きいやつが欲しいなって思ってたので、はい、これを購入しました。ちなみに値段が3400円プラス税ですね。まあここにも書いてるんですけど、まあ袋代も、含めまして3793円ですね。まあそれは動画内では言っているので、まあここはサクッと省略します。中はこういう感じです。はい、まあ、ここにもねチャック付きのポッケついてますし、ここの中にも1箇所だけあるので、これが1点目です。2点目ですね、こちら、じゃじゃーん。はい、何を買ったか、じゃん、こちらデレク・ジーター選手の生写真、2020年って書いてるんで、まあこの多分写真は少し前なんですけど、発売は多分2020年ですね、去年発売されて、ちなみに後ろにあるあのジーターのユニフォームの人です。だから後ろは背番号2番です、この人、あれが後ろにあります。でちなみにこれが2750円ですね。そして3点目がじゃじゃん、ラリンですね。僕結構まあ動画でも紹介しててラリンさんのボディスクラブをね使ってるんですけど、こちら、はい、ちなみにこれはずっと使ってるやつでハワイアンっぽいかな、匂い的に言ったら。4点目はこちら、もうざっくり言います、マスクです。はい、50枚入りの、まあ生活用品として普通に使えます。これは安かった、218円かな。でラストはナンバー、今日発売、2月4日発売のナンバーですね。ナンバーは一応毎週買ってて、これ今回はラグビーなんですけど、野球の時もあれば将棋とかもありますし、まあ、ナンバーはぜひね、スポーツ雑誌なんですけど、今回大谷翔平さんの特別インタビューもあるので、これも楽しみです。これ640円と、こちら、はい、これはちょっとあんま教えたくないんですけど、夢を10倍速で実現する方法というのを買いました。以上です。はい、1万円企画急遽ね、まあ、サプライズでやってくれたお茶松さん、ありがとうございます。そして24歳も夢に向かって頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。というわけでチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。というわけでネバーギブアップ、グッバイ。